かね、まあ、もうお腹空いてきた、もう糖分が足りとらんけんね、もうそうね、疲れた時には糖分って言いますからね、チョコレート探してるのかな、クマも。もう知っとるもんね、どこにあるかね、クマもね。もうまっすぐ。おい、クマも。ちょっと。もう行かないよ、クマも。行かないよ、クマも。クマも帰ってこいよね。はい、見つけました。はい、見つけました、この人ね。ああ、そこでね、格好つけてね。このクマも。うん、大丈夫、大丈夫。全然ステージ中なんですけどね。もう全然ステージ中よ、クマも。お腹空いて、ちょっと忘れとった。ちょっと一回戻っていきましょうか。せーの、ピッピッ。です。戻ってきました。さあ、くまもんね、バレンタインといえばチョコレートですけどもね。視線がね、もうさ、手がね、手が伸びてチョコレートにね、あそこにね、プレゼントボックスがあるんですよね。さあ、そこのチョコレートを見てるんですけれども、そう、バレンタインチョコレート、くまもん、どういうチョコレートの食べ方が好きですか？ちょっとお姉さんも糖が足りてないのかもしれん。ぜひね、トリュフのね、お供におすすめしたいものが
ありまして、そうそう、今旬の熊本県産のね、いちごをね、ぜひ一緒に食べてほしかですね。そうそう、甘いとね、甘酸っぱいでね、すっごく美味しいのでね、ぜひ皆さんも、あ、すごい欲張りな人がいましたね、今ね。そうそうそう、皆さんもね、ぜひね、素敵なチョコレートのね、組み合わせをね、素敵なね、そう、熊本県産の美味しいものを使ったね、そう、ついてこいじゃないんだよ、なんチョコレート、お姉さんもらいきらんの、うん、大丈夫です。すいませんでした。さあ、くまモン、倉庫行ってる間にステージの時間が残り5分です。すごいよね。うん、ほんとほんとほんと、残り5分になってしまいました。私、お前のせいだって喋りすぎてね、噛んだから進まんかったと。なるほどね。あ、噛んだね、時間がね、ちょっと長く使いすぎて僕のね、したいことができなかったと。すいませんでした。くまモンさん、大丈夫大丈夫ですね。明日から発声練習とかね、しようかなと思ってますので、そう、今日はね、最後なんで、うん、メモしてるのね、秘密の黒いファイルにね、私のミスをずっとメモしてるんですけどもね、くまモンね。わかったわかった、早く続けてね。そう、最後ね、ぜひくまモンの得意なダンスをまたお届けしようと思っているんですけれども、また皆様ね、スクエアに来てほしいという気持ちを込めて、カモンくまモンをね、お届けしようと思っております。どうですか、くまモン。